AI イラストでリゼロを再現してみた。AI イラストサイトに、レム、リゼロと打ち込むと、レムちゃんが出てくるのか？完成こちら。ストーップ！タンナタンナ！青少年の教育上、良くないものが出てきた！ということで、具体的に指示してあげないと難しいようです。英語で、水色の髪、ショートヘア、アニメ、メイド服と打ち込みます。完成こちら。おー、なんとなく近いものができました。続いて、ピンク色の髪、ショートヘア、アニメ、メイド服で、なんとなくラムちゃんっぽいですね。最後、エミリア。白い髪、アニメ、魔法使いっぽい服。で、こちら。なんとなくわかる。ちなみに、レムちゃんの失敗作も皆さんに見せておきます。これ、どこが失敗かわかります？全体を見てみましょう。こちら。顔二つ、レムレム、以上です。リクエスト来てた。ということで、AI イラストでリゼロのエキドナとペテルギウスを再現したいと思います。僕はアニメ見たことないので、ホームページ参考にしました。まずエキドナ。AI イラストサイトに英語で、白い長い髪、蝶々、アニメと打ち込んだら、はい、いい感じですね。続いて、ペテルギウス。緑の髪、マッシュルームヘア、ゾンビ、アニメと打ち込んで、おー、いい感じ。でも、もっと男らしさ欲しいですね。緑の髪、マッシュルームヘア、ゾンビ男、バキバキの目、アニメで、おー、いい感じになりましたね。ちなみに、リカード・ウェルキンってキャラ作ろうと思って、ウルフマン、アニメって言ったら、マン・ウィザー・ミッションできちゃいました。以上でーす。リクエスト来てた。はい、ということで、僕、東方全くわかんないんですが、ハクレイ・レイム・チルの小悪魔を作っていきます。AI イラストサイトに、レイム・東方と打ち込めば、はい、有名なんで、すぐ、ぽいイラストができますね。同じく、チルの東方で、はい、完璧ですね。最後、小悪魔、東方で、あー、ちょっと違いますね。こういう場合は、英語で、悪魔、女学生、赤い髪、東方と打ち込んで、はい、近いものになりましたね。ちなみに、チルノの失敗作がこちらです。クイズ、どこが失敗でしょう？正解は、毛量です。以上です。AI イラストで、うちの会社の小さい先輩の話再現してみた。これ本編見たことないんですが、ホームページ見て再現していきます。はい、まず、片瀬しおりさんという方。AI イラストサイトに、薄い茶色の髪、OL、大きい目、アニメと打ち込んで、はい。片瀬しおりさんっぽくなりました。続いて、篠崎拓馬さん。日本人、サラリーマン、ショートヘア、男性、アニメと打ち込んで、はい。ちょっと髪長いかな。散髪前の篠崎さん完成です。最後、早川千夏さん。金髪、一重、大きい目、OL、アニメで、おー、いい感じになりましたね。今年の夏アニメ、みんなは何見てる？コメント欄で教えて。リクエスト AI イラスト。まず、伊藤誠。AI イラストサイトに、英語で、長い前髪、日本人男性、アニメ漫画、デカすぎる目、スーツ姿、スクールデイズ、丸顔、黒い瞳と入れ、逆に入れたくない要素には、整った髪の毛、色のついた目、と打ち込むと、伊藤誠らしき人物、完成です。続いて、河合美希。金髪を下げ、日本人女子高生、アニメ漫画、メガネと打って、入れたくない要素は、黒縁メガネにしとくと、はい。河合美希のような女、完成です。最後、鬼物ジームさん。これ、いろいろと試したんですが、どうしてもハットが黒くなっちゃうんですよね。なので、無理やり白塗りしました。ここはアナログです。ごめんね、ごめんね。以上です。